1番です。最後の問題です。長さ x メートル、秒速 y メートルの列車がある。この列車が700メートルの鉄橋を渡り始めてから降り降るまで40秒かかって、1200メートルのトンネルをくぐり始めてから空間で65秒かかったと。列車の長さと速さを求めなさい。まず、700メートルの鉄橋を渡る、ね、はい、列車が700メートルの鉄橋を渡るのに、40秒かかったと、ね、それから1200メートルのトンネル、こちら1200メートルのトンネルを通り抜けるのに、65秒かかった。列車速さと長さを求めなさいというものですね。そこで列車が入り始めから通り終わるというのは、列車がもうこの先頭を入って一番お尻最後が出るまでの話ですね。それは40秒。このトンネルに頭が入ってお尻出るまでが65秒と。こうなると、ね、そこで、この列車の速さ、それと長さを文字で置いておきましょう。ね、そこで、どっちが xy でもいいですが、そしたら長さを x メートルにしましょうか。列車の長さ、これを x メートル。どうしようか。これ x メートル。速さを秒速 y メートルにしましょうか。ね、そうすると、この列車は、この鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまで、鉄橋700メートルと自分自身の x メートル、つまり700プラス x メートル進んだことになります。鉄橋の場合は1200プラス x メートル、これだけ進んだと思います、ね、それが鉄橋の場合秒速5メートルって40秒だから、40メートルいったはずですね。それが先ほどの700プラス x、ね、トンネルの場合は秒速 6y で65だから 65y ですね。それがトンネルの 1200m と自分自身の xm の合計になる、ね、ここを取りたいです、ね、はい、そうすると、まあ、初めにこの何を x 何を書く必要があります、書いておきましょうか、何でしたかね、列車のここからだよね、列車の長さを x メートル、速さを秒速 y メートルとする、こうですね。で、この方式を変えて、これを解くとというふうにして解き求めたいです。ね、解いてみましょうかね。これ、下から上引いたらいいね。そうすると25か。25y イコール500。これここに500。x 出ると。ということは y は20。ね。秒速 20m だったということでね。x、この上の式に当てはめると、C2 が800ですね。800は700プラス x。つまり x は100ですね。というわけで、列車の 100m。はい、まあ、列車の長さ 100m、 それから速さ、秒速 20m、 秒速でよかったですかね、列車はバスの速さだから、秒速時速直す必要なくて、秒速 20m のままでも十分いいということですね。